すごい。どうしよう。サックスプレイヤーの中園あみです。みんなすごいテロップまで入ってる。待って、ちょっと大丈夫かな。なんかすごい化粧も直さずに来ちゃった。皆さん聞こえてますか？聞こえてる？聞こえてるのかなっていうのをね、私の大好きな YouTuber のラブミードゥさんって人がいて、そのなんか結構スピ系のYouTuber さんなんですけど、なんかね、占い10月生まれの人はとか、なんかそういうの毎日やってくれてる人がいて、その人がいっつも YouTube 配信が始まると「聞こえてますか？」ってずっと言ってるんですよ。それやりたくて今やりましたけど、聞こえてますか？聞こえてたらみんな聞こえてるってコメントしてください。あー、入れてくれてる、優しい。あ、すごい。しゅうちゃん見てる？これ多分やばいな、全員言ってたら終わんないから割愛します。皆さんありがとうございます。こんな待っててくれたの、みんな優しくないですか？ちょっとやっぱね、嬉しいですね。ちょっとこんなに見てると思わないで、化粧も直さず来ちゃった時間になっちゃったんである程度やってきたんですけど、なんかモニターで見るとやっぱまだまだ顔が悪いな。これでもですね、だいぶ絞ったんだけどな。なんかこんなあっちからもこっちからも映されると思ってなかったでした。キャー皆さん何してましたか？今日はね、月曜日かな、月曜日の夜9時から、初めてこの私の YouTube チャンネルから生配信をして、みんなとお話をしたら、リクエストがあったら演奏もしてみようかな。ほら、ちゃんと演奏する気持ちで来てますので、もうあさってね、ついに私のサードアルバム「オンアンドオン」、通称「オネノン」が発売になるんですけど、もうありがとうございます。すごいすごい。サードアルバムはですね、今回私がずっとやっているあみ中園バンド、当初は「あみあみシェイク」って言ってやってたんだけどそうそう、ね、安倍淳さんを筆頭にですねやらせてもらって、始めた時にかなんかに10年はやりますと宣言したんですよね。で、10年って長いだろうなと思って、でもここだけの話、あれなんですよ、アメリカから帰ってきたばっかりで、これからどういうふうに活動しようかなと思っていた時に、安倍淳さんにほんとすぐ帰ってきてすぐ1回目のライブかなんかで淳さんが見に来てくれてて、一緒やりませんかって言ってくれて、そっからなので私のこの日本での音楽のキャリア、ミュージシャンのキャリアとしても、もう本当にそこが日本とは言わのみならずですけど、私のこうプロの活動のなんていうの、スタートになったの本当他でもな安倍淳さんのおかげなんだけど、10年やるって言って、10年って長いじゃないですか。長いから、なんか私特有のすぐ仲良く人となっちゃうのね本当にすぐ仲良しになっちゃうんだけど、すぐ仲良くなってすぐその本質を知ってしまうと飽きちゃうタイプなのでみんなとすごい距離を取るのをね、すごいあえてねやってみてたんですよ、ここだけの話実は。で、みんなにとってもきっと謎だっただろうし、私もみんなのこと謎だったので、めでたく10年続けることができて、10年かけてやっと仲良しになりましたメンバーみんな仲良し。そう、その間にファーストアルバム出してセカンドアルバムも出して、晴れて全国ツアーにみんなで行ったりとかして旅をするようになって、ちょっとずつみんなのこと知って、本当に今すごくいいバンドになったなと思って、最初はやっぱりね、本当ですか、うなずいてくれてる、ありがとうございますイエーイねえ、最初から見てくださってるスタッフが今日は多いのでですね、なんか感慨深いですけれども、こんな思い出話って感動話っていうか、こんな重要な秘話をここで喋る予定ではなかったのに、なんか喋っちゃったから、皆さんライブ見に来る方はもしかしたらもう一回ステージで同じこと言っちゃうかもしれないんで、ごめんなさい。ちょっとコメント見てみますね。すごい、みんな見てくれてる、優しいんだけど。6億人見てるんですか？ありがとうございます。見てる。配信待ってましたよ。だってありがとうございます。すごーい。なにはい、オフィシャルから皆さんはこんばんは、チャンネル登録でコメント可能です。あ、チャンネル登録してない人も見てるの、もしかしてってことですよねチャンネル登録するとコメントが可能なので、皆さんぜひチャンネル登録してくださいそうなんだ。わあ、リクエストザ・リアルです。そう、なるほどね。ちょっと待って、これ全員のコメント拾えないんですけど、なんかどうしたらいいの、どうしたらいいんでしたっけ、なんかどうしたらいいんですっけみんな優しいですね、コメント入れてくれて。そうそうそう、あ、すごいリクエストがいっぱい来ちゃった。どうしよう、これ答えてたら明日になっちゃうよね。しかもリクエストに答えれるかわかんないな。これある曲とね、ない曲があるから、どうしたらいい、まあいっか、ゆるっとやりましょう。皆さんゆるっとやるつもりだったの。渡辺直美ちゃんとかのYouTube 配信みたいな、ご飯食べながらのんびりずっと喋るやつあるじゃないですか。あれくらいの気持ちできたら、なんかカメラがすごい何角度からも映してて、ちょっとちゃんと喋んなきゃって感じになっちゃってます。どうしたらいいんですかなんか質問してくださいよ。カメラマンさんが質問してくれるそうです。皆さんカメラマンさん今日はね、春仕様でちょっと春っぽい衣装に来ました。今日暑かったよね、普通に。天の声が来るそうです。天の声にマイクが来るそうです。歌います歌う？オフマイクでいいです。じゃあ天の声を用意しますね、皆さん。あ、なるほど。すごいな。待って。みんな見てくれてありがとうございます。何やったらいいですかねえ、こんなに見てくれると思わなかったからさ、7億人もの人がね、見てくれてるなんてコーチェラばりじゃないですか。出ないと来年はフェスに出演できるといいなねスタッフさん困ってる。いやー、もうでも明日はですね、ちなみにお昼、夕方ですね、夕方4時からの、渋谷クロス FM のメキニットハプンという私のラジオ番組が生放送であるのと、その日の9時からも、渋谷クロス FM の、違う番組に私がゲストで出演するバージョン、ここではですねまた生演奏をする予定になってますので、渋谷に来られる方は4時から4時見て5時に終わってちょっとご飯食べ行って9時に戻ってくると、公開収録になっていますので見ていただけるかと思います。で渋谷なんだけど、多分タワレコさんとかオネノンが、フラゲできるんじゃないかな。どうだろう、できるかもしれないです。じゃあ天の声さんとおしゃべりタイムしたいと思いますこんばんは、天の声さんです本当？そっか、もうな、じゃあ100人いったらさ演奏する？でみんなさ呼んでよ100人いったら演奏しようかな。100人いってどうする？なんかやっぱりですね、このそうね、最近ジャズアベとかでもライブ後のねサイン会とかがやっぱり年々やっぱりですね来てくださるお客さんも増えて、お客様とコミュニケーションを取る場っていうのが本当だんだん減ってきて、サイン会ももうなくなっているし、お渡し会みたいになってるしね、以前でしたら制限なく皆さんとお会いできたりお話できたんですけど、なんかそういうのもできなくなってる今、こういう YouTube の生配信とかを使って皆さんとコミュニケーション取れて、まあ演奏している時とはまた違った部分でね、なんかその網を皆さん押してもらえたら嬉しいなと思って、今回はこういった無計画な生配信、無計画にしては映像が一番すごいクオリティでやらせていただいております。もう演奏できるようになってるもんね、ちゃんとリクエスト100人で演奏あと25人じゃあ人が集まるかもね。あ、じゃあみんなでさ、優しい、じゃあみんなでもう天の声がいっぱいあるので、もうプロに囲まれて、はい、解説入れて私のオン&オンのミュージックビデオを一緒に鑑賞したいと思います、出るかな、手間取りますあ、ごめんみんなにコメントしてた。髪が長いですね。これ声入ってる。解説。はい、入ってる。おお。これはですね、オンアンドオンという楽曲はこう延々延々延々にとかどん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 みたいなタイトルになってるんだけど、今までのタイトル曲よりはちょっとだけなんていうのかな、まあ以前のものがフュージョンできたところで言うと、もうちょっとダンスミュージックっぽいというか、ちょっとディスコの要素とかファンキーな要素っていうのをちょっと多めにしたんだけど、この曲のミソはなんといってもこの後のジュンさんのピアノ、ここがねかっこよくないですか？これ大好きで、なんで弾くんだろうって思ってる。でミュージックビデオではすごい楽しんでる私。ここがねもうミソなんですよ。もうこういう楽曲を作りたくて作りたくて作りたくて仕方なくて、このセクション入れるのは今回はもう絶対決めてて。でもうもちろん田中慎吾さんのベースソロは欠かせない、タイトルチューンでは欠かせないですね。で裏話でいくと、本当はアルトサックスでやる予定の楽曲で書いたんですけど、今回 MV にするってことで急遽ソプラノに変えて録音しました。そしてプラス、新しくなった私のソプラノサックス、石森さんのドストーンのソプラノサックスでレコーディングして、本当ね変えてすぐにレコーディングしてるからよく吹けたなって感じなんですけど、もうねいい子だから本当に。武藤さんのギターソロかっこいいね。こうさ、なんかもう大人の余裕のギターソロだよね。これはミュージックビデオ横で武藤さんが演奏している気持ちでアイコンタクトを送ってる。こうなんかミュージックビデオこういう風にちゃんと撮るのが初めてだったので、ちょっと非現実的にしたかったので、こう髪とかも長くしていつもの私っぽくなくしたんですけど、なので髪が急に伸びたわけではございませんそんくらいわかるよね。純さんの大好きなピアノのシーンに加えて、ここの上でしんさん、純さん、しんさん来たよ。これ永遠にやってほしいドラムソロです。ライブでは、ライブではどうかな。なので挑戦してみたい人がいたらアルトサックスでも吹ける音域になっているので、ぜひとも皆さんコピーして演奏してみてください。ソプラノでもできる、アルトサックスでもできる音域、もちろんテナーでも1オクターブ下にして吹けるし、イエーイどうですか皆さん、オネのミュージックビデオも見ていただけましたか？このいろんなことがいろんなことで、いろんな大人の事情もありつつ、こう同じね映像をいろんなところで載せるっていうの難しいので、私のチャンネルに実はこれが載っていないので知らなかったよって方もいらっしゃると思うんですけど、今回アルバム出させていただいたエアグルーヴさんの公式チャンネルに、ミュージックビデオと載ってます。ぜひ。あ、84人になってる嬉しい。あと15人くらい揃ったら生演奏しちゃいます。どうしよう、どの曲やろうかな。待ってよ、見ますね。皆さんコメントありがとうございます。あみさんは曲を考えてていただいて、はーい、私がコメント読もうかなはーい衣装とかヘアスタイルとかもね天の声さんにもちゃんとマイクがいってるマイクがやってまいりました。可愛らしい天の声さんも登場しております。マイク頂戴しましたソプラノの方が絶対いいって。あ、本当？うん、私の、考えだと、っていうか私がこのアルトサックスとソプラノサックスを使い分ける時のポイントが、ファンクだとアルトサックスで、スムースとか歌に乗せる時はソプラノっていう使い分けがあって、今回このオネノの楽曲のビートというかこのフィールには実は私はアルトの方が合うかなと思ってたんだけど、いろんな人に相談してみんなソプラノでいけばみたいになって、ああじゃあやってみようかなってなったら、なんかそういい感じでしたよね。うん、オネノねソプラノでいい感じ、いいですよ。どっちでやってもどっちで吹いてもいいんだよ。みんないっぱいコピーしてください。そのアルトで作った曲ソプラノにやるってどういう大変さがあるの？なんか例えばすごい楽曲解説みたいになるんだけど、タッタラッタラってタって1音目がタって短いじゃん。短いとあんまりソプラノで楽器がガッてなってくれないから、アルトサックスの方がバって1音でガッて吹ける。吹き込みやすさがあるから、本来だったらこのメロディーだとアルトの方が吹きやすいかなって思ってるんですよね。でも石森さんのこのウッドストーンのソプラノサックスに変えたので、だってしかもね最初の音がどのシャープでサックスで言うと何もしてない音なんですよね。こうやって何もしてないから、ここの空洞が全部開いて本当にこう抵抗がないのだから、ヒャって出ちゃって、なんか吹き込んだ感じが出ないから吹きづらいかなと思ったけど、この石森さんのウッドストーンのこちらのソプラノのおかげで、そんなの全然関係なくバッチリ吹けます。なるほど、そういうのってね意外とライブのステージでは話せないから。そうだね、楽曲の説明結構割愛するので私今日ね、ライブに来る予定の人は今日たっぷり、アルバムの楽曲についてもお話できたらいいかもしれない。これね自分でやっぱりこだわって作った作品だから、こう一曲に込めるなんて言うんだろう、思いが多すぎてライブで MC すると一生かかっちゃうんですよ。なんか3時間とか4時間とかかかっちゃうから、いつも割愛してるんだけど、割愛の仕方が結構割愛なんでもうほとんど伝わってなかったりとかするんで、あとはまあよく今回もジャズインさんの雑誌にインタビューいただいてて、今月発売になるのでそういうインタビューとか記事が載るんですけど、そういうのって意外とみんな見ないじゃない。ジャズ誌ってその全員が見るわけじゃない、全員が目を通すわけじゃないから、本当は楽曲の説明ってこういう YouTube チャンネルっていうか YouTube の生配信でできるってすごい画期的じゃないですかね。なんか演奏してもいいし、今94人です。あ、そっか忘れてた。100人になったらするのか94人イエーイ。皆さんなんか呼んできてくださった方たち結構いるみたいですよ。どうやって呼ぶんですかX でね拡散してくれたみたいイエーイ。優しすぎるんだけど賢い頭いいねそんなことできるんですか。そっか、シェアってあるからそれ使うのかな。皆さんがそうやってね呼んできてくれるの嬉しいですよね。やっぱもうこういうのはチーム戦なんで、皆さんねやっぱりみんな、そしてあと6人とかなってねかわいいアミチームねえ、嬉しい。こんばんは皆さん。あ、雑誌買いますってね、雑誌はなんか今月23かだか4だかに発売の、ジャズインの雑誌でインタビューしていただきました。結構いい感じにまとめていただいてるので分かりやすく簡潔に。皆さん亜美さん割愛気味なんで今日はチャンスですよ、いろいろ聞きたいこと聞く。そうですよ。あ、でもこれなんか質問来てるの全部答えてたら日が暮れそうじゃないちょっとピックアップしていきますねじゃあ天の声さんが、はい、ピックアップする系なので、はい、皆さんいただいたコメントは後で亜美さん全部読みますので、はい、ぜひぜひ応援のメッセージや、そうですね、好きな曲なども送っていただけたら。そうですね、はい、もうアルバム実は音源が配信が先行で行われていまして、フルで聴けるようになってるんですけど、こんな大盤振る舞いなことのことある？よしよないよ。もう聞いたのかな、みんな聞いたのかな。聞いていたらお気に入りの曲を教えてほしいんですけど、とはいえまだ配信始まってから5日なので、聞けてない人の方が多いかもね。聞けてる人はもうほんとコアなアミファンですよ。まあアミファンなのか純ファンなのかっていうところねえ、もう本当にこのアミバンドはですね、まあ、もう本当にほぼ安倍淳みたいな感じでやっていて、淳さんも自分のプロジェクトのように大切にしてくれてるんで、私も今回サードアルバム作る時にもう本当に付きっきりでというか、2人で本当に何日もかけてスタジオに入って、もう淳さんはこう眠い目をこすりながら、プレイバックする時はもう寝てた時もあるくらいの深夜にかけて、終電ギリギリとかで今回作ったんですけど、以前までだと淳さんが作ったトラックを送ってもらって私がかぶせるとかがあったけど、もう今回はもう絶対2人で作るっていう、私がもう絶対それはもうマストでやりたかったんで、曲があと3曲書かなきゃいけないですとか言って、もう夜9時みたいなのでもう夜中まで やってもらうっていうのをやったので、結構なんか本当に2人で作った感がありますね。で淳さんの鍵盤のダビングの日とか、ほんと夜中何時帰ったの、3時とかくらいまでもう淳さんが「まだあるの?」みたいな、「まだ何曲もあるの?」みたいな感じで、はい、もう今日絶対終わらせてくださいっていう感じでやったんですけど、おねのも聴いてくれた方がいたら分かると思うんですけど、最後の曲11曲目に「You」という曲が入っていて、この曲実はその夜中に撮ったもので、私のソプラノサックスは仮で入れてたんですけど、なんかね、夜中のもう疲れ切った感じがサックスだけ撮り直そうと思って、違う日に、元気な日にね、今日はもう撮るぞって意気込んで行った日に撮ったんだけど、なんか違うってなって、アルバムに入ってるのは私がもう疲れ果てて、もう本当に音程とかも結構揺れてるんですよ。なんだけどそれがもう味になって、淳さんとせーので撮ったものなので、そっちの方がいいねってなって、そのまま採用してるので、こう生々しいです、すごく。なので11曲目の「You」はちょっと皆さん寝静まった夜によくよく聴いてみると、結構ね音がかすれてたりとか音程が不安定になったりっていうポイントがあるんですけど、通常だと現代の音楽だと、現代の CD 音源だと、発売するものだとみんな直すようなところをあえて直さずね、この「You」という曲だけは結構生々しい感じになっております。もう聞いたって方いるかな、見てみますね、コメント。では100人を記念して、みんな優しいじゃん、呼んできてくれたのねえ、みんなどんだけ優しいの、ちょっとすいませんすいません、びっくりした見てみるねとか言って見たら100人になってた。じゃあね、何演奏するか、その「You」をやってみようか。まさかのライブでやる前にやってみようか。今「You」の話したしね。これは「You」のカラオケ音源ってあるないあれ、私さ「You」送ってないっけ本当に「You」ってないですか。ちょっと待ってね。本当何があるんだろう。一応皆さん仕込んであるんでね、私演奏できる曲決まってるんですよ。何の曲かわかるよみたいな、ちょっとそれっぽくなります。それっぽい感じになります。はい。あ、急にそれっぽいんじゃない。3曲しかないの。あれー、あれ全部入ってるはずなんだけどね。うん、さあ、あんた？じゃあ、うん、あるやつで一番上にファイルがあるやつにしましょう。いけるかな。待って、ちょっとちょっとさ、こうカラオケの、うん、今日は皆さんのために、うん、カラオケ用意してきましたからね。本当に。100人いったのすごいんだけど。しかも本当に100人ちょうどねえ、104人になってねえ。ちょっと待って、なんか出しますね。ちょっとどうしたらいい。みんな優しい。ファーストテイクいけそうですか。ファーストテイクが始まる。ファーストテイク、あ、見てくださってるってこと。ファーストテイク的な。あ、ワンテイクね。あみさんワンテイク。これでも YouTube チャンネル登録してくれてる方は見てくれてるんじゃないですか、ね。あー、素晴らしい。ちょっとね、今副曲を準備してるので、はい、あるのでいいよ、うん、優しいですね。優しい。やっちゃいなよって言う聞きたい。言うね。すごいいい曲なんですよ。あれはね、本当はあれな、私ね、今回ライブ来てくれる方にはネタバレしちゃうけど、あまり曲の説明せず行こうかと思ってるの。っていうか思い出の方が多いので、思い出の話を多分ね、バンドのみんなとする時間が大事になってくると思うのと、網バンド意外と見たことないっていう、方々も今回初めて来ていただく方が多いと思うので、そう、なんかそういう話をする予定だから。 YOU についてもね。あ、ちょっと待って。待って出た。これね、いつだっけ。なんかみんなかっこいいな。かっこいいよね、みんなね。かっこいいな。今もかっこいいから、ね、今もかっこいいんだけど、なんかねこれは鹿児島かな。鹿児島の JJ 降臨というところで、セカンドアルバムの、いや、ファースト、いや、ちょっと思い出せないな。いや、でもほんとね、年に何回 ?1 回とかしかできないバンドなんですよ。なので10年つってもね、10回ライブやったかなみたいな。でもツアーしてね、だいぶ本数は増えたんですけど、これはね、ヘアリークラブができた時の写真。そのセッションをみんなでじゅんさんのスタジオに行って毛ガニを作ってる時ね。これは懐かしいですね。これはファーストアルバム、なんかレコーディングの時ですね。セカンドアルバムかな。ねえ、これは何かな。もう、ね、セカンドアルバムかな。大阪ミスターケリーズね。ケリーズさんも本当に応援してもらって、今は亡きなんですけど。あった？きやー、じゃあね、みんな尽力いただいてね、優が見つかったのでそのじゅんさんを夜中まで叩き起こして録音した「優」という楽曲を演奏したいと思うんですけど、優は私がずっと愛用していたソプラノサックスをね、あのソプラノサックスは中学2年生の時に親に買ってもらって、そうですね、それからずっと使ってるから14歳からでしょ。だからもう23年くらい使ってお疲れみたいな、こう変えたんですよ、ソプラノサックスを。ついに20何年も使ったソプラノをね。でまあ、セカンドアルバムを聴いてくれてる方は分かると思うんですけど、セカンドも最初に「ベリー・ラスト・デイ」という曲で、まあ、クラシックに始まるアルバムだったと思うんですけど、今回もそういう曲を入れたくて、1曲ジュンサとデュオができる曲を書きたいなと思って、これがね本当に出来上がらなくて、何回も書いてボツっては本当何曲ボツったか分かんないくらいこの曲出来上がらなくて、でもあと1曲入れないといけないし、もうジュンさんとデュオする日も決まったし、でも前日か当日くらいまで書いてた曲で、まあこのサックスの思い出ね、セルマのシリーズ3のサックスなんです、ソプラノサックスなんですけど、だいぶ頑張ってくれたから、私が始めた頃のアンサンブルコンテストから始まりね、吹奏楽部時代は吹奏楽会の甲子園と言われる不問館にも立たせていただいた時も連れて行ったし、アメリカボストン、ニューヨーク、フランスはパリ、そしてタイ、各国一緒に旅したねソプラノちゃんをね、ついに祀るわけですね、私はもう本当にこの石森さんに出会って、同じような、私が多分ソプラノサックスを手にした時と同じくらいときめいて、これをずっと着たいと思う楽器に出会ったので、一旦ソプラノちゃんお疲れ様という気持ちも込めて、こっちが新しい子なんですけど、それもあるし、まあお家でね曲を書くことが多かったので、私の愛犬がいつも横で寝ているの、それが背景で曲を書いてしまってるんで、だいぶ子守歌系になってます。みんなが今日も安心して寝れるように、みんなにとっての優を思い浮かべながら聴いていただけたらと思います。吹いてみます。よし。聞いてください。ということで ゆうをお聞きいただきました。みんな眠くなったかな？いやー、いい曲ですね。これはね、ソプラノならではの曲に仕上がったんじゃないかなと思います。ライブでも聴けるはずです。皆さんぜひねえ、100人も見てくれたんだったらもう悔いはない。なんかありますか？コメント。見れる天の声さん、ちょっとコメントに感動してしまったんですが、はい、10年の活動に込められた思いが込められてますね。ああ、まあそうですよね。やっぱり回を重ねて年数が経つとなんて言うんだろう、どういう演奏をするかなっていう予想もついて作曲するようになるので、なんかアジョーさんだったらこういう風に弾いてくれるかなとかもちょっとこうなんて言うんですか、予測が見当がついて作ってるとこはこの10年の経ってる良さかもしれないですね。うん、嬉しい。ありがとうございます。今夜から寝る前に聞きます。ああ、いいねいいね。本当に寝れますよこれは。ちょうど寝れるアルバムちょうど終わるので。全曲聴いて寝る支度とかしながら、夜ご飯食べてちょっと歯磨いて、これからちょっとスタートしてアルバム1時間くらいかかるでしょ、寝るまでって時間なんとかしてとか片付けてなんとかしてベッド入ったくらいがちょうど優で、そのまま入眠みたいな感じでぜひ聴いてください。これ本当ね、レコーディングもいい音取れたなと思ってるので、ライブも楽しいと思いますが、音源ぜひ聞いてください。いや、ちょっとコメントが面白くて、うん、全米が寝落ちしたっていいのかいいのか悪いのか、寝落ちていいのか、みんなを眠らせた、うん、ね、大事ですから睡眠ね。はい、やっぱりね、こう今でこそこういう音楽やってますけど、私クラシックが出身だし、本当にね、特にこう吹奏楽の中でもクラシックオーケストラの方の音楽を身につけさせるタイプの学校だったので、私は結構そこにドハマりして、なんかいかに自分が弦楽器に近づけるかなっていうことをすごい意識して高校3年間もずっとやってたので、なんかそれが根付いてて、なんかそういう音楽をアルバムに絶対1曲は入れたいので、この私のこのちょっとクラシカルシリーズっていうのがアルバムに1曲ずつ入ってて、それをベスト版にするのとかよくないですか？イエーイ、いいって言ってくる。それめっちゃやりたい。もうそうやってクラシックのこうスタンダードなピースになっていくのもちょっといいかなと思います。今日さ、いろいろ皆さんにお伝えしたいことがあるんですよね。ある。あ、ニュースいっぱいあります。ニュースいっぱいあります。じゃあちょっとみんな見てる？みんな見てる。ツアーの話は最初にしたの？ん？天の声の来る前にツアーの話をした？してない。じゃあしたかな？もう一回出してもらおうか。しようか。うん。じゃあツアーのお知らせをします。今日からです。あ、今日からじゃなくて。違った。今日からじゃなくて今週のあさってからですね、オネノンツアーがスタートいたします。イエーイ。はい。4月17日水曜日が目黒ブルースアレイさん、ここがアミバンドの発祥の地、誕生の地でありまして、ちょうど10年前の春にね初演を迎えて、ここから10年経ったので帰ってきたよという意味も込めて目黒ブルーサレーでなんとアルバム発売当日に、リリースライブも行います。ここで初めて皆さんに版を受け取っていただけるようになっています。ありがたいことに東京公演はソールドアウトになってしまっているので、ちょっと関東圏の方は見れないかもしれないんですけど、そんな皆様にチャンスがありますはい、次の日新幹線で来れば見れるよということで、4月18日名古屋ブレスさん、ここももうメロンパンがとっても美味しい会場でして着いたらねメロンパンで出迎えてくれるの、焼きたての、しかも焼いてくれてるんですよ最高で、メニューもいっぱいあって、その日のメニューみたいにしてあるんですよね。で私の写真とかメニューに載ってるんですよ。なんか本当に手作りのもう素晴らしいブレスさんで、名古屋はですね佐野絵里さんのラジオ番組に先週ずっと出させていただいて、絵里さんにも猛プッシュしていただいたのおかげでですね、たくさん新しい方にも見に来ていただけるんじゃないかなと思っています。お誘い合わせの上お越しいただきたいです。そして、4月19日は梅田オールウェイズさん、私たちこのアミバンドの東名阪ツアーで必ず訪れる地、大阪ですね。大阪も必ず関西の皆様に来ていただけるように初めて梅田オールウェイズで開催します。初めて行くのでちょっとドキドキしてるんですけど、私は大阪みんなでじゅんさんが、サポートされてる水谷彩子さん、もう大御所の女優様がファーストアルバムのツアー前に景気づけだって言ってご飯食べさせてくれたんですけど、その時に大阪行くんですよって言ったら、じゃあ大阪だったら絶対何だったかな、なんとかっていうののねえ笑いすぎヘレカツわかります？通天閣じゃなくてなんだっけ、通天閣のふもとにあるすごい有名な古いお店のヘレカツを絶対食べなさいって言われて、アミバンドみんなで食べに行きました。並ぶんだよね。そして美味しかったです。もうその思い出があるし、私はアミツアーで初めて関西に行ったんですよね、人生で行ったことなくて、アミ最初の「メイクイットハプン」を発売して東名阪ツアーで初めて関西に降り立った。アミバンドのおかげで関西に行くようになったんですけど、そんな大阪で、大好きなたこ焼きが食べれればいいなと思っています。ぜひ金曜日なのでね、金曜日の夜ぜひお越しください。そして24月20日が浜松ビスケットタイムさんも初めて行きます。浜松は個人的には、ご飯がとっても口に合う。私鹿児島出身なんですけど、鹿児島のうなぎとね浜松のうなぎの味付けが一緒だったんですよ。それにびっくりして、それ以来浜松のうなぎの大ファンになっております。そして、ひき肉も大好きなので浜松餃子食べるのも楽しみです。食べ物のことばっかだね。ねで、21日長野バックドロップさんはもうここはね本当にアミバンドがメンバー全員が大好きな会場、もうバックドロップを外せないってなって、今回本当になんならバックドロップさんを一番に決めたくらいの日程になっております。長野ねバックドロップさんが日曜日やらせていただくということで、ちょっと早い時間になってるのかな、5時半くらいからスタートするんですけど、長野こちらもねご飯がめちゃくちゃ美味しいんですよ。すごい量なので、店主がもうプロレス大好きなので、プロレス好きの方はぜひねお話ししに、それも兼ねて遊びに来ていただけたらと思います。これがまず前半のツアーなんですけれども、5月の末から今度は私の地元ふるさと九州の方で、もツアーをします。5月30日が福岡のボーダーという会場で、5月31日が熊本キーブさん、この福岡も熊本も初めてやる会場なんですけど、福岡はね安倍淳さんの故郷でもあり、私も高校生活は福岡で過ごしたので、私にとっても第二のふるさとになってますね。なので楽しみ、これは福岡からスタートして熊本にアーミーバンドで行くのは多分初めてになってるんですけれども、そしてなんと皆さんもうバレてるじゃん追加公演が決定しています、4月の6月の1日宮崎日向で、この間ねルグランルトゥールの連想でお邪魔させていただいた日向駅のすぐ前、目の前にあるバッケーロさんで、やらせていただきます。ここもご飯がめちゃくちゃ美味しいの。てかさ、ライブハウスってどこもご飯美味しいですよね。そしてこれがまあビッグニュース1位だったとして、一応4月2日が千秋楽になっていて、私の地元鹿児島ケパルボホール、もうケパルボホールといったらもう私たちがもういろんなあらゆるアーティストさんが東京からやってくるとキャパルボホールでやる、みんなそれを見に行くっていう夢のステージで今回、このツアーを無事に終わらせれたらなと思っています。まずは、宮崎日向でのライブが情報がたった今解禁になりました。宮崎にいる方もぜひ来てくださいね。日向駅から近いから、電車で来れます。多分電車列車わかんないけどはい、なのでですね、九州は実はまだお伝えしてる、まだしてない、してる会場ある。熊本はしてる、鹿児島もしてる。お願いします。はい、打ち合わせ不足ですが、匂わせると、九州はあらゆるゲストさんに、はい、地元にゆかりがあるゲストさんたちに、来ていただくことになっています。せっかくなのでね、コラボして地元とかその地域を盛り上げれるライブになればなと思って、今回10周年なのでね、ちょっともうお祭り騒ぎ九州でしてこようかなと思ってます。福岡のゲストが決まってないんで、福岡にお住まいのミュージシャンの方お待ちしてます。ゲスト募集お待ちしてます何でもいいですよ。シンガーさんとかダンサーさんでもいいし、お笑い芸人さんでもいいし、どうですか、遊びに来ませんかボーダーはさ、どこにあるんだろう、どの辺にあるんだろう。初めて行くからね。住所ね、街中だったよ街中だったじゃあ皆さん来やすいと思うので、ぜひともいらしてください。これが、おねのんツアーになってます。敬語です。だいぶ中です。もうすぐです。天神からすぐです、ね、天神です。もう来やすいね、ボーダーね。いいね。私はですね、福岡天神のすぐそばの2駅くらい行ったところが高校だったんで、もう本当ね、敬語とかはその辺にいましたよくらいの地元感なんで、ちょっとみんなに同級生に声かけよう。みんな来てね。見てるかな、誰も同級生とか見てないと思いますけど YouTube はさすがに見てくれてるかな。はい。あとはなんかお知らせがあります。何？お知らせ。おねのんツアーで今回発売するグッズを紹介したいと思います。じゃじゃーん。オン&オーニューコレクションということで、今回私がプロデュースする。今後展開としてはね、いろんなこうライフスタイルグッズを展開していきたいと思っているので、まあ、そういった総合したブランドエイミーというのを作ったんですが、そちらのパフュームオイルが発売になります。もう今日も今もつけてるんだけど、こちら、オン&オンという香りの種類になっているんですね。香水一個一個に名前がついていくように今後ね、作っていく予定なんだけど、まず第1弾がオン&オンオネノン香水。もうこの楽曲にぴったりな、香りなんですよ。楽曲私持ってきたっけ？持ってない。じゃあたった今ね、物が届いたので開封の儀を行いたいと思います。イエーイ。もう香りがさ、香りって伝わらないじゃないですか。つらい。香りの書いてあるやつ見せてもらう。じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、オン&オン、かわいい。そして開封の儀、あ難しい。よいしょよいしょよいしょ。はい、これが開いて、かわいい。Let's make it happen! って書いてあって、皆様にメッセージメキハプしましょうね。そしてここに入って初めて今開けます。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、ガジャンガジャンガジャン。あむずい。あそっか、どうしたらいい？こうすればいいかね。こっちからすると良いですよっていう話。じゃじゃーん、これが本物です。かわいい。アワドンエイミーなってます。今回は念願になった香水を作ってね、香りね、いい香り。これパフュームオイルになってて、爪とかにつけてもいいし、あとはおすすめの使い方としてはこう、自分の好きな香りとかいつも使ってる香りをつける前にちょっとこうオイルなので仕込んで、ここにスプレータイプとかをかけると香りが混ざって、持続性も良くなっていい感じです。こういう女性だったら耳とかにもこうちょっと潤いをね、こう与えてもドキッとするポイントとか、こう夏場とか肩とか出るようになったらこういうとこもちょっとツヤとか出せるのにこうやって使ってもいい。冬だったら乾燥してるのに使ってもいい。どっちみちいいことになっております。オネノン香水ミュージック&フレグランスでねをテーマに作っております。今後も展開していく予定なんだけど、私がね、今回、ポイントとしては男女関係なく、大丈夫関係なく使えて、こうすっきり、ちょっと私結構甘ったるい香りが好きなので、それだとつけにくい方とかいらっしゃると思うから、こう老若にゃんにょでいい感じに使っていただけて、例えばこうママさんとか主婦層の方もそんなに外にバーっていく香りじゃないので、ちょっと自分だけで楽しみたいっていう方、ね、特に日本の社会だと香水ってそんなにどの場でも OK ではない印象があるので、あまり邪魔にならないような香りになってます。なのでこう職場とかにつけていけないんだって方は香水に使うのもすごいおすすめで、リラックス効果もすごいある香りになってるので、寝る前とかお風呂上がりにちょこっとつけて仕込んどくと、次の日とかになんか仕事してる間になんかフォーみたいな、自分だけが嬉しいみたいな香りになったり、まあ、逆に香りさせたいなって時はお出かけ前につけてもらって、ライブ行く前とか皆さんあるじゃないですか、デート行く前とかちょちょちょってつけてそしたらもうモテモテですよ、この香りは。で男女兼用でカップルで使っていただけますグッズたくさんコメントいただいてて、あ、本当に嬉しい。特に香水が、はい、40代男性、はい、50代男性使えますか、もうそこを狙ってます。なんならもうね、私が想像する40、50代の男性がつけたら一番かっこいいんじゃないかって香りに仕上がってます。で、私がもともと自分が好きな香水がトム・フォードの香水なんですけど、トム・フォードさんが実際自分もつけてるっていう香りらしくて、そのいっぱい種類あるんだけど、20種類くらい香りがあるんだけど、その中でも男性、欧米人の男性の多分イケおじさんですよねがつけてらっしゃる香りなんだけど、私そういう香り結構好きで、ちょっとそういうイメージというか、ダンディーなねおじさま方がつけて、もうこの格上げすごいみたいな、ワンランクツーランク上の大人な男性目指してみませんかいや、なんかライブ会場に来てくださる方は大人な男性多いので、まあ、そういった方がこうなんていうの、抵抗なく使える。でやっぱりこう意外と男性とかも爪とかのねケアされる方今多いから、こういうの仕込んどくと本当にねモテますよ。モテ香水これいやでも本当に今ねすごいいい香りになってますね。皆さんがパッケージもおしゃれですねって言ってくださってて、やったー、うん、これはもう完全におねのんのイメージして作りました。ゴールドにしたのも意味があるんですよね。はい、もうこちらは私のなんといっても可愛いサックスちゃんにちなんで、この私のサックスのゴールドに近い色を選んで、ちょっとなんていうの、赤みのあるこのね、私が使っているアルトサックスマーク6って言って古い、ね、モデルのヴィンテージのものなんですけど、そういった金、今はそういう金はあんまりない、もうちょっとねなんか明るい金が多いんだけど、古い金みたいな私のサックスの色に寄せたロゴのカラーになってます。ここも結構なんていうの、こだわり抜いて下手ね、これでも会場でですね4月17日から売りますので、皆さん現物を見てください、はい、現物ちょっとお問い合わせがいくつかあるので、私の方からお答えします。通販オンラインストアありますかっていうお声いただいてるんですけれど、こちら一旦ツアーの期間中に会場で販売させていただいて、その後はちょっと検討中っていう感じになっております。なのでぜひ皆さん香水を目当てにでも来ていただいて、さらにステージでも洗脳されて、うん、洗脳です洗脳どっちにとってもすごく楽しんでいただけると思うので、ぜひぜひ会場で実際香りを嗅いで音楽を聴いておねのの世界に浸っていただけたら嬉しいなと思います。はい、T シャツとかね、トートバッグもね、はい、こちらももう一回見ましょう。はい、今回 T シャツは古のファンの皆様の古参のファンの皆様の熱い要望にお応えして、私は嫌だったんですがフロントプリントにしてありますすごい要望があったもんね。すごい前回ねアミー T シャツ作った時、もちろんバックプリントにしたんですよ。なんでかっていうと、私が自分の名前が書いてあるとなんかこう名札つけて歩いてるみたいな気持ちになるから、せめて後ろにしてくれということでバックプリントにしたんですけど、みんなお願いだからフロントプリントにしてくれっていうので、今回はね、相当皆様のこと考えてね、いろいろ作りましたからね。はい、フロントプリントになっていて、黒と白の2色展開で、オン&オンツアーにちなんでオン&オンのロゴで作りました。でもなんかできたらフロントでも可愛い気がしてきました。これを着て皆さんね、ライブ応援していただきたいし、ベーシックなカラーなので普段着にも使っていただけたらと思います。とてもいい言葉なのでね、そして今回初めてトートバッグを作るんですけど、これは皆さんが T シャツと香水を買ったらそれをここに入れて帰ると。あと CD ね、絶対入れないといけないから。 CD さっきのさ、松田さん借りてこよう。ちょっと借りてもいい？はい、CD じゃあ3点セットか入れて、そうでも T シャツ2足の人も4点セットか。じゃじゃーん、こちらの CD 皆さん、これはねさすがにここまでしか見せられないですけどね、今日はもうね、オンラインとかでAmazon とかそういうので頼んでくれてる方たちはね、開封の儀を楽しんでいただけると思うので、もうこれは今回本当に10周年ね、本当に皆さんへの感謝の気持ちを込めて全部製品もね作らせてもらったんですよ。なのでこちらも今までの私じゃあやらなかったくらいのボリューム感で写真を載せてあります。中にもう今までだったら私なんかっていう気持ちでずっとやってきていたので、自分の写真を載せるとかそういうのあまりこう率先してやりたいタイプではなかったんですが、ね、冷静になって考えてみると、応援してくださる皆さんは見たいわけじゃないですか、いろいろ。なので中すごいよね。中すごいですよ、うん、音楽と一緒に中も楽しんでもらえるように、やっぱり音源だけじゃないっていう、この音源にだけダウンロードに負けない気持ちで、このものとして CD もう自信作に出来上がったので、ぜひこちらゲットしてください皆さん。できたら会場でね手に入れていただけると、私が一人一人きっとサインを書く儀式みたいなのもあると思いますので、当日会場に来てくださる方はぜひとも、はい、お願いします。はい、リクエストもう一曲やってって。もちろん曲のリクエスト来てる？曲のリクエストは最初にたくさん来てたから、どうします？何やっちゃいます？次。でもね、これやりすぎるとみんなあれだもんね、ライブ来てくれなくなっちゃうから。そんなここの皆さんはそんなことないと思いますよ。優しいもん。じゃあみさんが楽曲を用意してくださってる間に、はい、T シャツのサイズのお問い合わせ来てたんで、はい、MLXL です運動会みたいなね白赤でした1赤組あ、メキハプ聞きたいって。メキハプいいね。ね、メキハプ音出てんのかな。怒られる。大人たちがざわついてます。メキハプ、あとリクエストありますか？一節ずつなら不幸。今日は大盤振る舞いだ。皆さんリクエストありますか？それではオン&オン行ってみますか。行っちゃいますか。この私のゆるっとバージョンでお聞きください。皆さん聞けるらしいですよ。拍手とかお願いします。亜美さんぜひコメントを見てもらえたら、はい、読みましょう、ね、はい、もう読むとさ明日になっちゃうかと思ってさ3つぐらいにしましょうか天の声さんピックにして、はい、わわあなたはなんて素晴らしいのでしょう、あみ、皆様のご多幸とご長寿をお祈り申し上げます。ありがとうございます。 Thank you so much かな、うん、おそらくね。ありがとうございます。Thank you。天の声がとっても、こっちの方が天のコメント。天使の声ですね。天使のコメントが嬉しい。多分国内外から日本以外の方もたくさん見ていただいて。みんな起きたかな。皆さんこんばんは。ご視聴いただきありがとうございます。サックスプレイヤーの中園あみです。ちょっと英語でもメッセージとか自己紹介を。Thank you for watching。How are you guys? Thank you so much. ありがとう。コポンカー。シェイシェイ。カムサムニダ。ありがとう。ダンケシン。Thank you. Thank you so much. なあ、嬉しいですね。たくさん拍手いただいて。出てみるんだっけ、こうか。はい。すごい見てくれてありがとうございます。すごい配信してるじゃん、長いこともうこんな時間なの、すごいね。皆さんハッシュタグは覚えてらっしゃいますかねはい、ハッシュタグはカタカナで「おねの」になってます。皆さん生配信したよって YouTube もいっぱいシェアしてくれたら嬉しいです。おねの旋風を今年は巻き起こす予定なのでね。今年はバンドが10周年、そして来年は、CD デビュー10周年ということで、来年にかけてもずっと10周年イヤーやっていこうと思ってね、周年アニバーサリーイヤーが続きますので、どんどんね、こうジャズファンの皆さん、音楽ファンの皆さん、そしてまあ私のファンでいらっしゃってくださる皆さんにとって楽しいことをどんどんねなんか提供していけたらいいなと思ってます。本当にね、時代がもう今や何て言うんですかね、こう昔と違って CD ありき、新譜ありきみたいな音源を聞くっていう時代から、映像が見れたり配信ができたり、音源もこうなんていうの、時系列関係なく音楽楽しめる時代にもなって、その分こう配信して提供するアイディアもたくさん増えたので、いろんな角度から皆さんと、音楽だとか、私が思う芸術を通じていろんな感性をこう共有していけたら なんて幸せな人生なんでしょう死ぬ前みたいなこと言ってすいません。まだまだこれからね、人生100年時代ですから。うちのおじいちゃんも100歳も100何歳かまで生きましたから忘れたくらい本当にね。はい、優しい。ちょっと待ってね、ちょっとじゃあコメントを見てみます。すごい100人近くの方が見てくださっている。嬉しいですね。ちょっと下から読みます。はい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 、ありがとうございますはい、自分が読むっていうだけの時間黙読します。一番の放送事項、声には出さない、声には出さ、ありがとうございますわー、はいはいはい、わー、Thank you so much。 ありがとうございます。英語の読んだんでしょうね。コメント出しましたが、ジャズインの5月号は4月24日に発売になります。ぜひ皆さん、本屋さんでゲットしてください。あ、私がちょっと気になったコメントが1個ありまして、まだ見てくださってるかな、豊津正也さん、書いてくれてます。かっけー、ソプラノのマッピーは特注と書いてあるんですけど、これ実はマッピーだけ変えてないんですよ。その当時からマウスピースすごいお目が高い。これだけここの黒い部分だけは中学校の時から持ってるやつで、まあなんか途中で何個かこう変えたりする時期はあったんですけど、セルマンのスーパーセッション、開きが F のもうこれもヴィンテージ20年以上使ってるので、ここだけ変えてなくて、リガチャーもソプラノ新調した時に、ウッドストーンさんのリガチャーに変えさせてもらいました。なのでマッピだけはねずっと同じの使ってるんですよ。ちなみにリードはウッドストーンの2半を使ってます。このサックスネタ大好き。ありがとうございますコメント。はい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 、なるほどね。皆さんあれですね、優しい。なんかセカンドアルバムとかファーストアルバムの曲リクエストしてくれてるってことはずっとファンでいてくれるってことじゃん。うん、用意すればよかった今度またやろっかね。みんなこんななんか曲を名指しでリクエストしてくれると思わなかったです。なんていうの、よくある曲、私の曲じゃない曲のリクエストが来ると思ってたからちょっとびっくり。ありがとうございます。実は、私のこういったこのゆるっと、まあ、こんなスーパーハイクオリティのカメラワークはしてないですけど、私のファンクラブがありまして、そちらでは、毎月こういった喋って近況報告してね、この間のライブがどうだったとか、今参加してるジャズアベのこと話したりとか、リークしたりとか本当そこでしか話せない話したりとかして、演奏もしたりしてっていうファンクラブもやっています。こちらはもうかなり限定の、本当にその人したファンクラブしか見れないようになってるので、ぜひねそっちもチェックしてもらって、チームアミを拡大していって、この配信もねファンクラブの盛り上がればいいし、でももうここがファンクラブみたいになっちゃってますね、だいぶ。まあファンかわかんないけど、みんな興味本位で見てるのかな興味持ってくださってね、どんな声してんのかなみたいなさなのでね、本当興味本位でいいので YouTube はフラットもっとこう窓を広げてお待ちしていますので。ファンクラブはさ、こういう感じだから、うん、こういう感じでやってるんで。ファンクラブさ、うん、リーク多いよね、うん、ファンクラブはリーク系なんで言いたくて我慢できないこともいっぱいあるからねはい、情報前のかね、情報解禁前の情報が出たりとか、うん、もうそれも時間の問題なので。でも漏洩はファンクラブの皆さんにかかってる。そう、すごい厳しめのファンクラブやってますそれでもよければ今日ねホームページからファンクラブ検索できます、はい、ちょっとファンクラブのことで私からも一つお知らせありましてツアー期間中にファンクラブの会員ですっていうふうに言ってくださった方にちょっと告知制でいいの、うん、わかるから点分かってる系だからはいお名前とかでちょっと確認はさせていただくんですけれど、ちょっと何か特典としてお土産をお渡しできたら嬉しいなと思ってますので、何回もはダメですよ追いかけてきてね、何回以上もっていうのはちょっとできないかもしれないんですけれど、何回以上でもいいけどね。あ、じゃあそうしちゃうかな大盤振る舞いね、うん、来てもらうのは何回以上でも嬉しいね。はあ、嬉しいです。はい、ツアー期間中にちょっとお声かけいただけたらプレゼントお渡しできたら嬉しいなというふうに思っております。でファンクラブなんですが、ちょっとお手続きに数日時間がかかったりするので、ご希望の方はツアーが始まる前に間もなくですが、そうですねもう今日からやるか明日やるか、うん、そうですね、もう中3日はいただきたい手作りでやらせていただいてます。なので、はい、早めにお声かけいただけるとホームページからファンクラブありますのでよろしくお願いします。はい、あ、アイリスさんありがとうございます。初コメ 3B で知りました。よろしくお願いします。レアですね、赤井さんのね 3B というシリーズでやらせていただいてるんですけど、これまた相当コアなチャンネルから来ていただきましたね。ありがとう。はい、3B セッションっていう赤井さんの公式のところの YouTube でやってるやつは私の YouTube チャンネルにもシェアしてあるので見てもらえたらいいんですけど、演技をねやらせていただいて、女優としてやらせていただいてます。もう NG だらけのよく本当に素晴らしいスタッフのチームで私が全然素晴らしく演技できてる風に編集していただいてますけど、みんなでねセリフを覚えれない時はこうちょっと実は下にカンペを置いたりとかしてめぐちゃんとか長いセリフの時はもう下見ながら「だからさ」とか言ってそれをうまくつなげてもらって小芝居しているシリーズがあって、こちらはまだ多分告知してないから言えって言っちゃダメだと思うけど、こっちのチャンネルもまた新しい動画が、来月くらいからどんどん上がっていく予定になっていて、この生配信でも EWI とかも吹けたら面白いかもしれないな。 EWI のねコメント結構いただいてるよ、そうなの、なんか流れねいっぱいいただいてるからあれなんですけど。本当ですか、そんな上手に吹けないけど大丈夫かな。みんなでやるみんなで EWI でも私も EWI は EWI4000S と5000を最初に使っていって難しいなっていう印象があったんだけど、今 EWI ソロっていうこう初心者向けの、スピーカー内蔵型のものが出てるんですけど、これが値段もそんなに以前の EWI に比べると少し安めで導入しやすいんですけど、結構ね面白いんですよ。EWI ソロはいろんな方に吹いていただきやすいんじゃないかなと思って、おねのんを EWI で吹いてみたとか、ぜひ皆さんなんか載せてみてください。私も今度やってみようかな。でおねのん難しいかな、 U とかね多分吹けると思います。はい、はい、いっぱい喋って、ね、はい、皆さんでもあれですね、夜の遅い時間になってここから多分見に来てくださった方もいるのかなっていうところで、皆さんありがとうございます。こんな今日見てくださると思わなくてすごい私服できちゃったけど、まあねそういうのもステージ以外の姿を見てもらうのも、ステージ以外の姿、真夏の格好、あとはお知らせすることはなかったかな、大丈夫だと思います。とりあえずは、この10周年のアルバムのツアーが、行われるんですけど、このバンドとしての10周年っていうのは今年が周年で回らせていただくんですが、もう私のデビューとしては来年が10周年になって、このバンドメンバーでツアーに回るのは多分今年だけだと思います。本当に何年ぶりかでこの先やるかわからない10年やろうだったら10年で終わりかもしれないバンドなのでなので皆さん優秀の美を見届けに来ていただけたら、まあ本当に集大成ですね。よくぞやってきたなという感じですけど、まあ始めた頃は本当におんぶに抱っこという感じで大先輩方にね力を借りながらやってきましたが、この10周年迎えてですね、コロナも乗り越えみんなでね本当いろいろ乗り越えてやってきたので、ちょっと自分のバンドを引っ張っていくぞという、気合と自信といっぱいなので、こうたくましくなった中園亜美を皆さん見に来ていただけたら嬉しいです。上手にまとまったんじゃない？とてもいい感じにまとまったかと優しい、褒められて育ってます。ありがとうございます。ね、配信も皆さん見てくれてありがとうございました。これ私はYouTube 配信はいかがでした？皆さんどうなの？チャンネル登録とかしてくれました？まずはそこですよね。チャンネル登録とかしてくれたかな。あと、まあ、この配信皆さん楽しんでいただけたと思うんですけど、何より映像が良くないですか？なんかこんなに赤裸々なんだと思って赤裸々と思ったんだけど、私の目論見では今後ね、お友達ミュージシャン呼んでセッションしたりとか、ちょっとなんかおしゃべり配信し友達っていうかミュージシャン仲間を呼んでお話ししたりとか、こうライブのステージではそんなに時間取ってお話ってできないので、そういうの企画でやってもいいかなと思ってて、プラスこうやって、ね、チャンネル登録してくれてる皆さんからコメントいただけたら、なんかそれについてお話ししても面白いかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。配信いいっす。すごい最近登録したばかりです。ともいけいさん、ありがとうございます。まとめ上手。ね。ありがとうございます。今年はお知らせが、特に今ですね、お知らせが私の。SNSX とかは本当に毎日お知らせがみんな大丈夫っていうくらいお知らせしてるので、ちょっと大丈夫ですか。で、私のホームページがですね、かなりとても素晴らしいものに変身してるんです。このもうね、10年前には考えられないような立派なホームページが開設されてるので、私の情報はそちらでゲットしていただけたらなと思っています。あ、しゅうちゃんいいね。まずはマリリン呼んでルグランでちょっとね企んでますよ。ルグラン呼んじゃおうかなとか、3B 呼んでもいいしさ、アミミク千里呼んでもいいしさ、ジャズ阿部呼んでもいいしさ阿部淳さん呼んでもいいしね、いろいろ網配信でやりたいと思ってるので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いしますということで、ライブでお会いする方、そして明日はですね、ラジオでもお会いできると思います、そして恒例のインスタライブも明日も頑張って少しでもできるといいかなと思っているので、インスタもねフォローしていただけたらと思っております。お知らせすることとお伝えしなきゃいけないことはもうないよね。そうね、明日いっぱい出るのは言った。明日何が出るんだっけ。あ、そっか、いっぱい出るんだよ明日、ね、たくさん呼んでいただいてるのね。はい、忘れてた。明日はですね、まずはあみさんご自身の冠番組「Make It Happen」をお送りした後、その後ですね、ちょっとお待ちくださいね。浜松の FM、 浜松、はい、呼んでいただいてます。お電話で、はい、はい、FM ハロさん、うん、はい、だいたい出番が18時30分ぐらいに電話で出演の予定になりますので、はい、はい、浜松近郊お住まいのお客様、はい、お客様はいぜひご視聴ください、はい、そしてもう一つゲスト呼んでいただいております。これクロス FM さんでね、はい、渋谷クロス FM、同じ番組お仲間、はい、大好きなお仲間の方に呼んでいただいてます。これもSNS チェックしていただければと思うんですけど、こちらは21時からなので、ゲストはちょっと真ん中ぐらいかなはい、生演奏する予定になってます。お、生演奏ですか。はい、じゃあ皆さんお仕事帰りにまた寄ってもらう、はい、渋谷ね、うんうんうん、はい、なのでちょっと明日も網デイということで、はい、はい、明日から網デイ、今日から網デイ、今日はもう網ウィーク、ね、始まりましたね。今日から始まってますから。始まりましたね。はい、頑張って駆け抜けたいと思います。あとはなかったよね。そうですね。もう細切れにまだまだ出てくる予定なので、はい、皆さん各種 SNS チェックしていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、まずは。オネノンツアーが無事に終了しますように、各地域の皆さんぜひお友達を誘い合わせの上ご来場いただけたら、私は泣いちゃう。ありがとうみんな。では、はい、はい、締めていいの。はいじゃあ熱いメッセージをなんか吹こっか。うん。吹けるかな、ちょっと待ってね。どれやろうかな。構成があんまり覚えてないけど、間違ったらごめんなさい。皆さんコメントがお上手ですね。コメントがすごいなと思って、コメントを押すいいコメント。じゃあ、演奏で終わるので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。19686やってみる。初めてやる。じゃあ皆さん、曲中は拍手やあみさんへの応援メッセージよろしくお願いします。はい、これが間違ったらごめんなさい。間違うとあるんだみたいなね。れね、これちょっと事前に練習してないと難しい曲ですね。こんな終わり方ある？みんな本番楽しみにしててください。絶対間違えないから。これはこの曲だけすっごい練習してるんだけどうまく吹けないこれはねメンバーも苦戦しましたから、この曲は本当に本番大丈夫かなって思ってるんだけど、みんな大丈夫かなそれもね楽しみにみんな来てくださいね。間違いないかなみたいな、これがジャズの良さですから、うん、本番前までにはねきちっと、仕上げていくので私の19686が無事に吹けるかっていうところも会場で楽しんでくださいね。ということで今日は、YouTube 生配信初めてやってみましたけれども、皆さん本当にご視聴いただきありがとうございました。OK ではまた気が向いたらね生配信やりたいと思ってるので、今後も YouTube の方を引き続き、応援のほどよろしくお願いします。そしてこのオン&オンね CD も、香水もグッズも全部みんなもう今年はオン&オンイヤーにしましょう。じゃ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 ーん、ありがとうございました。みんな You を聞いて寝てね。ありがとう。